んにちは。日本舞踊家のしずきと申します。今日は椎名林檎さんの長く短い祭りの盆踊り振り付けをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。それでは始めていきます。長く短い祭りは4つのパートで構成されています。まず1つ目のパート、手を叩いていきます。右に左、右、左。二つ目のパートです。先ほどは1、2、3、4、1、2、3、4でしたが、次はちょっとそれを倍の長さをとって1、2、3、4、1、2、3、4となります。右足を出したときに左手が前。で、手のひらは自分の方に向けます。戻して、次左足。手のひらは自分の方に向けます。右手の手のひら、自分の方に向けます。戻す。3つ目のパートは、まず右方向。手のひらを外側に向けて押し出す、押し出す。この時、右足も一緒に1つ、2つ。で、今度、左ですね。左方向に、左足も、1、2、1となります。この時に、裾よけがちらっと見えるので、可愛い裾よけを履いていると、ちょっと素敵かなと思います。では、4つ目のパートです。4つ目のパート、少し難しいんですが、ゆっくりカウント取れるので、焦らずにやってみてください。4つ前に歩きながら、手を内側に回して外側から持ってきて7、8、仏像ポーズです。以上です。では続けてやってみましょう。音なしでいってみますね。1、2、2、3、4、5、2、6、7、8、1、2、2、3、2、4、2、5、2、6、2、7、8、2です。では音をかけていってみましょう。天井天井ちょいとと呼びかけるところがあるので、そこはちょっと盆踊りでもピタッと止まって歌との一体感を楽しんでいただけたらなと思います。この次のパートですね。ぜひ楽しんでみてください。ありがとうございます。